こんにちは、はるきです。こんにちは、あかりです。今日は中華料理を食べに来てみました。ものすごい人気のお店で、結構早いもの時間なんですけど、今40分待ちです。小籠包のお店、多分日本で行ったことある人いると思います。ディンタイフォンというところです。40分ぐらい待ってようやく着席しました。まだ5時前、晩ご飯食べるには相当早いんだけど、このぐらいの時間に来ないとね、混んじゃって。今日はゲストが約1名このディンタイフォンはね、多分10年ぐらい経ってるよね、もうね、できてからね。でも、なんかすごいいつも混んでて、いまだに超満員。生姜が入ってて、そこにお酢と醤油を混ぜました。いつも頼んでるキューカンバー、これものすごく美味しいんだよね。ちょっと辛いのね。でも辛いってほどじゃないけどね。ヤスミン水です。はい、上海ライスケークです。上海ライスケークっていうのをお餅みたいのに、あとポークで醤油味、これをすごく美味しいです。はい、ヨーグルトスムージーボバです。はい、次届いたのはストリングビーンズの炒めたのと、餃子、鍋張り餃子っていうんだっけこれ、エビチャーハンが届きました。まだなんか肝心の小籠包が届かないけど、小籠包届きました。10個入り、これでだいたい11ドルぐらい、10ドルか11ドルだよね。最初できた時はなんか8ドルぐらいだったんだけど、毎年毎年値上がりして1個が1ドルちょっとぐらいの値段ですね。ここのお店はね、すごい白人の人とか多いんだよね、お客さんだけど、あんまり中国人の人はあんまり来ない。なんかちょっと味付けが薄くて、あんまり口に合わないみたいです。で、アメリカのレストランは食べきれなかった分はこういう風に全部箱に入れてね、渡してくれます。だからたくさん注文しちゃっても無駄にならないで、家に持って帰ってまた食べることができます。美味しかったね。うん、美味しかった。じゃあ帰ろうか。